あ、すいません。あの、僕あの、名古屋の中京テレビっていうテレビのもので、うん、ちょっとその、お店さんを探したいなと思っておりまして、うん、前に乗っても大丈夫ですか？ないよ。あ、行き先は何を？お客さんがあれ来るの？行き先はそう、まあ決まってないんですけど。決まってないの？はい。それちょっと名古屋行くの？あ、ヒューマングルメンタリー思うまい店という番組があるんですけど、うん、その番組でちょっと探させていただいてるのが、うん、ちょっとあの、安い自動販売機のある飲食店さんをちょっと探してまして。何や飲食店？安い自動販売機のある飲食店さんをちょっと探して。安い自動販売機ってどうわかんねえよ。きっかけはミックスフルーツとお待たせしました。そんなお店の駐車場に、お店さんがやれるんですか、これって。そう。だから、その分はほら、安く売れるわけさ。ほら、買いやすいでしょ、100円だと。だから、ほら。はい。ブラックは、あの、新しいのになります。はい、中頃の発売。ということは、たどり着いたお店は。お待たせいたしました。チキンカレーになります。これでおいくらですか？税込み100円になります。一緒にあの安い自動販売機が置いてあるお店さんに泊まれると嬉しいですね。うん、それがちょっと分かんないんで。あ、ちょっとはっきり言うけど分かんないよな。だから行ってみて探せる将来ね。そうだから僕らもこうやって目で見て探してるんですけど、うんうんうん、はい、だからこれに関してはもう探すしかないなと思いまして。そうだね。だいたいここがメインか、うん、はい、丸2ですが、どちらまででしょうか？今ね、ちょっと安い自販機をね探し歩いてるんですよ。はい、了解です。あ、飲食店、唐揚げ屋さんありますよ。そっちのお店は今日あまりの出てますからやってますね。あ、どこですか？あのほら左、その院の先です。はいはいはい。入りますか？あ、ちょっと見てもいいですか？あ、なす。ないですか？ないですね。自動販売機が。はい、お願いします。あ、販売機ありますけど、寄りますか？あ、ありますか？あります。あ、じゃあ、ちょっと寄っていただいてもよろしいですか？はいはい、どうですか？あ、本当だ。自動販売機ありますね。ちょっと寄りましょう。ただ、お店がやってるかどうかが。あ、なるほど、はい、ちょっと降りて確認してもいいですか？どうぞどうぞ。あ、ありがとうございます。あ、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 どっちだ、定価ですね、これは。定価か。ここ。ここ。あ、ちょっと待ってください。自動販売機あります。あった。ちょっとあの降りていいですか？一回ちょっと見て。これ安っ。あっ、ここか。わあ、そうです。あれあるんじゃないですか？カラオケ？いや、自動販売機って書いてあります。ああ、ありますね。え、止まりますか？
30円、30円、80円に見えた。すごっ。うわ、すごい。うわ、いやー、すごいな、これ。安い。100円だ。うわー。なんか変わった自動販売機だよ。あ、30円。すごい安い。うお。すいません、こんにちは。すいません、怪しいものでは決してなくて、はい、名古屋の中京テレビっていうテレビのもので、はい、あの、おもうまい店っていう番組でお店さんを探してまして、はい、ちなみにあの取材とかって大丈夫だったんですか？はい、あ、全然全く問題ないです。記録用にちょっとカメラだけ回させてもらってるんです。ああ、ありがとうございます。はいはい。一番人気は、一番人気メニューはカレーライスがおすすめになります。お待たせいたしました。チキンカレーになります。これでおいくらですか？税込み100円になります。じゃがいもよりさらっとした仕上がりで食べやすいこれでおいくらですか？100円になります。100円？すごい食べてるんですか？これちらし寿司です。さあ、いくら？これでおいくらですか？100円です。あ、ありがとうございます。大した取材とかじゃないかもしかしたら安い、まだ分からないですけど、昔は一応テレビチャンピオンに出たことあるぐらいの、漫画王選手権って昔やってたんですけど、うん、漫画本は3万冊から先は数えてない頃持ってましたんで、まあ、保管場所みたいなコレクターな感じですかね。今もあるんですか？もうないです。全部売っちゃいました。全部売らせました。あとはあのマジック・ザ・ギャザリングでカードゲーム、私も高校生の時なんですけど、一応日本代表選手に選ばれ損なったぐらいのレベルぐらいですね。カードも全部売らせました。車が買いました。車が買えたんですか？車が買いました。全部売って、ゲームも売ったらもう一台車が買いました。奥さん、全部売らせました。漫画も売ったらまた車が一台買いました。みんな、なんて売らせたんですか？邪魔だったね。あ、よく捨てるって言われたんで、昔のファミコンから全部持ってたんですよ。ゲームギアとかゲームボーイとか、もうゲームボーイも全部全種類揃えて全部持ってました。全部売らせました。栃木県佐野市、安い自販機のあるカフェジェラオカさん。自販機自体は自分家のものでもう購入してやってますんで、自分で中身とか入れてるんですけど。あ、
自動販売機買われたんですか？はい、2台そうです。あ、なるほど。自分で買われて自分で入れてるってことですか？あ、そう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 。あ、そういうことなんですね。はい、あ、それなんで逆に中身が安定しないんで、あの何かとかにしている感じです。逆に儲けはあんまり取ろうとはしてないので。なんでこれで儲けを取ろうと思わないんですか？なんで面白いからですかね。すごい。うわ、無駄でここミルクティー。うん。うん、うまっ。うこの前すっごい美味しかったもん。だから絶対食べよう。でもね、お店の後、うん、という形でこんな感じで出店者さんいろいろ呼んで、あのお祭りみたいな感じでやっております。よくやるんですか？そうですね、ほぼほぼ毎週やっております。あ、そうなんですね。はい、あの正直これ100円でいいのかなっていうぐらいの味なんで。だしじゃない方のお味噌の方が美味しいんで。これ100円です。100円です。めちゃめちゃ安くないですか？100円。完全に家庭用になってあげてます。ご賞味ください。多分国産のレモン、こだわりがあるから国産のレモンなんですよ。どうですか？レモンの風味がまずあるでしょ。で、甘さが爽やかなんですよ。しつこいんじゃなくて、すごい爽やかで鼻に抜けるレモンの香りが好きなんですよ、私。甘くて甘酸っぱい。うん、甘すぎないで爽やか。爽やか。うん、多分、うん、初恋よりは青春みたいな。あ、そうですね、そうですね。うん、初恋はカルピスだから、その上ですね。そう、ね、うん、初恋の、あ、その下だ、その下だ、甘いからね。カルピスよりは下ってことですか？うん、そうですね。 あ、でも同じぐらいかしら。あ、カルピスと比べると、じゃあ、うん、ポテトできたよ。はい、ポテト。こう役割ははっきりされてるんですね。
そうですね、向こう料理できないんで。カウンターからすぐどっか行っちゃうんです。あ、そうですね。すぐ外行っちゃうんで。で声かけてくれればまだいいんですけど、こっちの様子見ながらやるんで。じゃあ何がいい？冷凍庫入ってる。どれぐらい経つんですか、すみません。10年でもうすぐ11年。大喧嘩とかしたりするんですか。一回もないですね。一回もない。一回もないよね。大喧嘩はないよね。離婚届書こうか悩んだ時だったけど。高所作業車を数百万するんですけど、それを買うか買わないかっていうので、買っちゃったんですけど、持ってたのこんな感じですね。あ、すみません、いいですか、見て、すみません。で、免許もしっかり取って、なんか言われたら嫌なんで。今もあるんですか。あります、あります。そんなにそっちの仕事もすぐやれますか。免許はあります。免許は、車、トラックはもうないです。売らせました。あ、仕事もあります。なんで買おうと思ったんですか。子供を乗せて、上に上げて、観覧車みたいな感じでやりたかったんですけど、喜ぶよねって、楽しんで乗ってくれるかなって。ひーちゃん、半分あげなよ、こっちゃんに。いいね、やだじゃんね。すごく子供のこう目線でちゃんと子供を見てくださるっていうのがあるので、こう子供たちが遊びに行って、ま、違うところに歩いてったりするのも、あ、何時頃ここ歩いてきたよとかっていうのをちゃんと見ててくださってたりするんですよ。あ、そうなんですか。そうそうそう、この間も来た時にお店やられてるのにちゃんとそれを見てくださってる。ありがとうございます。いってらっしゃい。子供に優しいですね。誰にでも優しいですね。お店でもっと儲けることもできるじゃないですか。はい。それではダメなんですか。1000円の商品を10人に食べてもらって1万円の売り上げより、100円の商品を100人に食べてもらった1万円の方が価値があると思ってますので、いっぱいの人が来てくれる、自分の元にやってきてくれるっていうのが一番楽しいというか、そう、好きなんですよね。
この後、みんなでどっか行こう。ああ、そうなんですか。あ、一緒に行きましょう。一緒にさ、そうそうそう、みんなで。そう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 。ありがとうございます、本当に。地元民の行くお店です。へえ。もうこんじゃないのか、やっているよね。割と。あれ、ガラガラだ。1台は止められない。自販機ありますね。自販機が。やってるよね。自販機がありました、自販機が。ありがとうございます。ちょっと自販機確認してきますね。安い。安いです。はあ、すげえ。モンスターを安くするのすごい味方だよな。なんかいいな。すごいな。わ、長いやつが110円だ。すごい。いいラインナップだ。子供と名古屋の中京テレビのテレビ、はい、うまい店っていう番組で、はい、見てます。ありがとうございます。すいません、失礼します。野菜炒め定食になります。暑いのでお気をつけください。失礼します。おいくらですか？あれ、900円ですよ。外に安い自動販売機あったんですよ。うちですか？はい、ああ、そうですね。うち安い自動販売機あったんで、そしたら思う前に店が多いんじゃないかと思ってます。ああ、特に安いですか？安いです。モンスター190円。そう、あれは安いですよね。安いです。190円で、コンビニ買えるの絶対安いし、ジェラーカさんでもあの30円とかのジュース売ってるんですよ。30円あのモンスターは210円なんですよ。勝った。そうなんです。はい、すいません、ありがとうございました。お疲れ様です。30円の何ですか。何が入ってるのかお楽しみだって。気になる。気になります。なるほど、そういうことか。30円だからいくつきちゃうね。なんか重量があるね、なんか。あ、ちょっと待って。あ、すごい。あ、ありがたい。え、30円2つも入ってるのこれ。すごいね。あれ、あ、違うやつ。あ、ちょっと待って、5円返ってきたんだけど、これ使っちゃいますよ。え、今なんでこれどうするんだろう。